も持ってねえだけだそう。でもあんま変わらんね、本当に。あんま変わらんね。お前がカメラ持ってねえだけだ。最初からやっとけ、やっぱしこれってさあ、どう変わるか。いや、ちょっとね、人と後ろ姿で、ああ、あいつだなって分かるような感じの髪型にしようかなとしております。いや、見えちゃう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 、隠して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 。見えた。喋っちゃいがることがいっぱい出てくるから、もう今いっぱいあるよ、めちゃくちゃいっぱいあります。 PP 全部 P になる、普段ちゃんと撮ったら全部 P になる。そう、喋っちゃいけないことだらけの世の中なので、ちょっと言葉を選んで、これは、ね、本当にこれ例えば YouTube に上げたりするから PP にしないから、今のもそれぐらいは、それぐらいはいい、今がいい、それぐらいはいいよ。脅迫とかそう、そういう系がダメなの。なんか、やっちまうぞとか、うん、お前、覚えとけよとか。あの、なんだっけ、なんかのドラマの影響のフェイク動画。あ、フェイク動画、うん、もう危ないことはやりません。はい、やり尽くしたのね。まあ、あの、ね、火をつけて消防車が来るとか、そんなことはもうしません。小学生の力ね。はい。めっちゃそう、めちゃくちゃ爽快だった。パリンパリンパリンって音がめちゃくちゃ爽快だった。セミしか撃ったことない。あれセミも、うん、あのエアガンの弾に爪楊枝とか針をこう刺して、うんうん、パーンってやると、うん、今のは全部オールカットでお願いします。はい、ピー的な。ヤンキーみたいな。そう、目指せ YouTuber。 違う違う、お前本当にな、うん、今でもね、あのぶっ込みのタクって分かる、分かるよ、ぶっ込みのタク。お前ここでマジであのリーゼントしてやると、あの竹丸の反対になるわけです。あ、今日リーゼントで帰ろうかな、じゃあ。よくない。エリアさんが金髪の、あ、いいちょっと、もう言っちゃったし、言っちゃったよ、この病死。口が軽いんですよ、もう本当に。もう口が軽い、口が軽い、良くない。まあ、お前よ、思うけどね。ね、口が軽い、良くないよ。これちょっと今カメラ慣れをしようかなと思って今入ります。入らない。入ってもらっていいですよ。嫌です。なんかこう、ここの美容院のセールスポイントみたいな。ねえ、ねえ、もうあのここはゆるーくあのリラックスできるところなんで、いつもなんか話したくなったら来るかな。いつもうちの嫁さんも多分ちゃんね、いい子ね。まあ、名前違うのね、私とか。あの、うちの嫁さんすごい綺麗なんで、まあ、あのはい、すごい想像で言っといて、なんかやるとさ、なんか飯がうまくなるとかさ。ですね、やっぱ嫁さんのことは外とはいいことだけ言っといた方がね、悪口は言わない方がいいっすよ、世の中の男性陣。いいことだけ言う、嫁さんのことはね。はい、よくわかってます。奥様を大事にしましょう、世の中の大成人。家では、はい、イエスマンになるのが一番だと思います。っていう僕はできてないんですけどね。俺完全だね、ヒリフしてる。え、俺ヒリフしてる。いや、夫婦がうまくいく理由は旦那さんがイエスマンになるということなんですかね。
で、そう、子供の頃の話と戻れば、どんなことをして遊んでましたかね。何してた？火炎瓶だ。あ、火炎瓶作ったね。火炎瓶作った。これダメだ。小学生の時から。小学生で火炎瓶作る。これ昔の話ですからね。もう何年前？30年ぐらい前の話。30年ぐらい前の話は海で毎日焚き火してましたね。いや、この辺でも今の時代に言っていいのかな、これ。なんだろう、ダメだな。捕まるか、捕まらんね。もう時効、時効、時効。あの消防士が来たのも全部時効。だってずっと隠しとったもんね。犯人誰かわからんかったもんね。30年越しに、あれ俺って寂しかっただもんな、いつもおるメンバーがおらんくてな、そう時なんか燃やしとっただな、そ、ね、そうで、口が乾いてたけど、飽きたで帰ろって帰ったらな、勝負者だった。そう、空は真っ赤になってたんですよ。草むらに火をつけて、そのまま帰ったんですよね。まあ消えるだろうと思ったら、案の定一面全部燃えてた的な。これ話が続かんね、これ。ちょっと話が続くやつね、話が続く。じゃあお題を令和でいきますか。令和昭和から平成から今令和に変わろうとするこの時代、もう僕たち化石的な存在です。化石的な昭和って、あの昭和、もう僕らからすると明治ぐらいのイメージ。明治ぐらいの男性頭が悪いでさ、漢字が分からんので、令和の令っていう字があんま好きじゃなくて、一番最初、あの令和って聞いた時にすぐ、もう現代っ子、すぐググって、令和ってひらがなで、漢字分かんないから、令和ってやったら、ゼロ戦のゼロが出てきて、お前ゼロ戦調べてるもんね、お前が。そう、ゼロ戦のゼロが出てきて、お前がゼロ戦好きなんだ。え、なんですごい字をつけるなと思ったの。令和って、ゼロ戦のゼロをつける年号だったっけ、これって。年号、どっちも、どっちでもいい。もうバカバレるから、その辺は突っ込まずに、まあその、日本固有のその名前に、ゼロ戦のゼロつけると思ったの。え、違うよね。違うよ。あ、ゼロね。あ、ゼロって、そう、数字の難しいゼロね。YouTuber の人が早いんだよね。やる人もうそれでネタでなんか放映してて、ゼロ戦のゼロの令和になりましたみたいな、俺見てそれをまさにすぐ信じて、いや本当単純だね、すっげえ、なんでなんてなんだろう、なんかこう何、俺漢字見たって読めんかったもん。批判じゃないけど、なんか問題が起きそうな感じをこんなとこに持ってくるんだろうみたいな。ゼロ戦のゼロを持ってくるってちょっとおかしいなと思って、で一人で周りにいる人に、ね、すごい字だね、すごい字だねって一人でずっと騒いで言ってたら、すごい、本当にこの命令の例だけどみたいな、何言ってんの、すごいシンプルな例だよ。でもあれお前の文字に使うとるけどさ、あのさ、あれじゃん、点で間って書いたりさ、書体や本当でたくさん種類があるから、それはもうね、なんで俺はバカだと、どれでいいのか、やっぱ俺ずっとこれだよ、これこういうやつ。そう。だけど、ここ、棒でこうやって50個だとこうだと、ね、ね、点で間とか。そう、間とかね。何でもいい。それどれも正しいって。鈴木の右ね。鈴木の右。鈴木の動画だとどっち？そう。こっち？こっち？どっち？どっちか。鈴木の、だから金じゃねえ方だよね。そう、金じゃない。あれもずっと俺、山書いて間って書いてたの。俺、そしたら、あ、間違ってたってど恥ずかしいと思って。間書いて。山書いて、ああ山書いて、って書いて、山ね、山ってこの山じゃなくてこれね、そうそれ、ああそうそう、これね、これね、傘、傘ね、傘ね、これね、山書いてて、の山ね、山って感じじゃねえ、山書いてる、ね、これが厚み育ちの会話です。自然豊かなところで育つとね、こういう感じになるんですよね。大人になってもいい。昨日も風速9メートルの爆風の中まだ水温も上がってるのにアオリイカおらんかなと思いながら釣りに行ったらね、昨日何言ってたの、釣りに、爆風の中厚みまで、田原だけどね、すごいね、で赤間までまで行って、アジでもおらんかな、爆風の中釣りになるわけねえのにね。俺はもう昨日あれだよ、東京にいました、東京に。昨日東京でね、真面目な話しました、ちゃんと。
こうライブ中継ってな、ライブ中継でこういうのって何話すんですかね、みんなね。ちょっとなんか2個上の先輩としてなんか話してくださいなんか。2個上の、2個上の先輩として、人生の先輩として。お前が小学校の時に岩石投げてきたとか平気で人様に当てちゃいけない石じゃなくて岩石を平気でぶん投げてくるやつだとかっていう話をしろってこと。そういう話じゃマジで引くで、ね、マジで引くで、ね、危なかったね。あのいい子だったんですよ、子供の頃、子供の頃いい子だったんですけど、隠れっぽやってずっと出てこんじゃん。そうそうそう、負けたくないんでそう出てこんで、負けたくないんで、もう日が暮れるまでずっと隠れてるっていう。本当だもんね、本当におらんもん、あいつどこ行ってたって誰も出てこんもんな。で、自然解散の最後そう、いやあの出て、もう終わったやつのが騙されてると思ってんだよ、あれ。いや絶対に俺を捕まえるためにみんながもうやめたやめたって騙してると思って、終わりって言ったって絶対出てこんじゃんね、お前な。で、あと僕の一番卑怯ポイントは、自分に言うのもなんだけど、缶蹴りって分かります？缶蹴り、缶蹴りってゲーム知らんのかな、全国共通じゃない。どうなんでしょう、缶蹴り。缶蹴りでずっと鬼が続くとムカついて缶缶を潰すしで、潰れ以外に誰か石入れ始めるんだよね。そうあと、缶蹴りだ、どっけって、どうでしたねんかって、石をバラバラにとくじゃん。懐かしい。そう、俺たちのおみやさんでやってたんですよ、それ毎日。わかります？オリたち。折り紙の折りに人間が立つって書いて、オリたちっていう、すごい。折れてもらって立ち上がれってことだね。そう、折れてもらって立ち上がれ。だからこんな雑草のような地域なんですよ。これ、オリたちとして怒られるよ。流すぞ。ちょっと一回髪の毛流してくるんで、髪の毛に頭流して。